りました。劇場公演が終わりました。無事に今日もで、ショールーム見ました。ショールーム始めましたってつぶやいた。今日めっちゃさ、いろいろ更新したんで、ツイッターもインスタも更新したので、ぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。お願い。それからお手紙とプレゼントもみんなからいただきました。本当に本当に毎回ありがとう。だってさ、もう本当にありがとうだよ。もうね、感謝してもしきれません。本当にありがとうございます。みんなからお手紙もさ、ってお手紙書くのだってめちゃくちゃ大変なのにさ、いっぱいね書いてくれて、プレゼントも私のために選んでくれて、もう感謝です。ありがとうございます。ありがとうすぎる。ありがとう。七瀬さん、福岡からこんばんは。福岡こんばんは。福岡行きたい。私福岡博多ラーメンがね、今ね食べたい。今日の写真、今日のさ写真さ、写真が言えない。このさ、今日の写真さ、あれどこ行ったっけ、もらってきた。ちょっと待って、ちょっと待って。写真絶対もらったんだよ今日。今日ミサッキーがね撮ってくれた写真。え、どこ行った、どこ入れたっけ。ちょっと待って、見たい。え、待って、なくなったんだけど。いや、なくなった、絶対どっかにはある。見つかんないよー。まあいいや、今日ね、写真があったんですけど、なおちゃんのあの、鼻に指をこう、刺してる風だけどね、刺してる風の写真を撮ったんですけど、それが使われてなくて、あの使われてなくて、普通の写真がね使われちゃって、じゃん、差し入れでもらったヘーゼル&スイートチョコレート、ちょっと食べてみるね。実はね、さっきも食べたんだけどね、ちょっとまだ余ってたからね、もらってきちゃった。いただきます。うまい。すごい高級な味がする。あんま高級なもん食べないからわかんないけど、パリパリしてて美味しいです。あ、うまっ。え、ちょっと待って、見たいんだけど写真。まあいいや、そのうち出てくる、そのうち出てくるよね。うん、そう、きっと出てくる。見て、ウッディの帽子。
かぶれない。庶民的なお菓子が似合う女。え、めっちゃ悪口じゃん。悪口じゃないか。庶民的なお菓子が似合う女って言われた。ぬ、悪口だ悪口だ。まあでも私あんま高級なものね、好きじゃないっていうか口に合わないんですよ。高級なお肉とか全然食べれない。もう高級な焼肉屋さんとか行っても、私赤身というか油がね苦手なの。だから霜降りのお肉とか全然食べれなくて、もうこんだけでいい。最初の一口でも多いくらい、だから最初の半口ぐらいでいいんですよ私。でも超庶民派、スーパーのお肉が一番大好き。でもお菓子はあんま、でも駄菓子とかも好きだけど、なんだろう、そう、お肉はね安いやつっていうか、いつも食べてるようなお肉が好きです。ごめんよ。まあ、スーパーにもね高いお肉もあるけど、赤身が好き。赤身のお肉、なぜ庶民派アピール、庶民派アピールっていうか私庶民派なんですよ。アピールとかじゃなくて、わかりますか皆さん。土曜日公演プレゼント渡します。ありがとうありがとう。で年寄りは赤身の肉の方がいいよ。あ、そう、なんかね言うよね。今日さ天丼が出て、ご飯で、でなんか食べてたんですけどセリカとかがなんかもうなんだっけ、なんて言ってたかな、もうなんかちょっと食べただけで体重いわって言ってて、もう年やなって言ってて、いやまだ18歳ぐらいなのにそんなこと言わんといてって思いながら、あーそうなのかなって。私もあんまり、でも今日の天丼はエビが入ってたからあんま食べれなかった。でもわかる、天丼ってなんかさ揚げ物とか、揚げ物のさらになんか1ランク上って感じじゃない。天ぷらってすごいと思う。なんかもうすごくね、すごくね。かわいい。もうなんかトイストーリーのね、ここにねぬいぐるみがあるんですけど、本当にこの数がかわいすぎてどんどん増えてく。トイストーリーちゃんがもう幸せだわ。あ、待って、ロッドの近くに落ちたらちょっと匂いがついちゃった。めっちゃイチゴの匂いする。イチゴ臭。スーパーでタピオカとチョコミントのスイーツがあったよ。おー、いいねいいね。タピオカ、私本当にでも最近マジで毎日飲んでるの。今日は飲んでないんだけど、昨日と一昨日とその前と、もう4日連続ぐらいで飲んでて、もうこれは毎日って言っても過言ではないと思う。本当にね、ちょっと待ってよ、はい、今日物なくしちゃう。そう、昨日はアースカフェっていうカフェで
一人でタピオカ一人で飲んだんですよ。このメールに送ったからちょっと写真は見せないでおくんですけど、まあ言うてそんな別に映えてるわけじゃないけど、アースカフェで飲んで、でその前の日はなんだっけ、この猫のお店、トキセブンティーっていうお店があるんですけど、そこで飲んで、でその前の日はですよ、その前の日はジアレイで飲んで、全部違うお店なんですけど、でその前はなんだっけ、なんてお店だっけ、なんかすごい可愛いお店で映えるお店で撮った飲んだんですよ、写真が。でも本当にめちゃくちゃ飲んでる。いやー JK だわ、 JK だわ、私嬉しい、 JK だ。いやなんか並んでまでは買いたいって思わないんですけど、やっぱあるとね飲みたくなっちゃう。怖いわタピオカって。でも私中学とか小学生の時からタピオカ好きだったんですよ。だから別に流行りに乗ってるわけじゃない、強がってるわけじゃないよ、本当に流行りに乗ってるわけじゃないから、みんなそこは要注意。あ、なんだっけ、忘れちゃった、お店の名前が。本当どこ行った、写真、写真ちゃん出てこい。待って、ニンニク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 、ダメだ。なんかニンニクって言いながら探すと物が出てくるんですよ。私本当にニンニクって言うとあのね出てくるの、本当にこれはガチで、ガチめにニンニクって言ったら出てくるんですよ。本当にみんなやってみて、どんなにちっちゃいものでもいいから。ニンニクニンニクニンニク、待って今日調子悪いか、ニンニクニンニク、なんでないの、ショッキングショッキングショッキング、うっそ初めて聞いた。いやいやニンニクって言ったらね、あのすごい出てくるんですよ、本当にこれはガチで、ね、あみんなからのお手紙早く読みたい、本当に嬉しいです、楽しみ。ニンニク本当に出てくるの。結構ねやるんだけど、物がなくなった時とか、まあなんかなんだろう、欲しいものが見つかるとか、なんか欲しいものが手に入るとかじゃなくて、なくしたものとかが出てくるっていう。超昔はちょっと分かんないけど、最近例えばこうやって物が今あれ携帯どこだっけって思って、ニンニク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 って言って探すと本当に出てくるんだよね、びっくりするよね本当に。なんでニンニクかは分かんない、ちょっと調べてみる、ニンニクニンニクニンニク、呪文呪文なんて調べたらいいの、ニンニク物が、ほらなくした物が出てくるおまじない、怖い、ニンニクやっぱりあるんだ。うちではニンニクニンニクニンニクとつぶやきながら探すと出てくるという時があります。ほらやっぱりそうなんだよ、天井からハサミを吊るすと探し物が見つかるおまじないがあるようです。そういうのもあるんだ、怖っ。
臭すぎて草も生えない。信じるタイプっていうか、これはなんか私が本当に一回やって出てきたからもう信じるっていうか、もう何信じるとか信じないとかじゃなくて本当にそういうもんだと思ってます。外ではやらない方が、いややった方がいいよ。みんなニンニク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 ってやった方がいいよ。今日はねダメだね、今日調子悪いわ。なんかここにないっていう可能性もある。でもねちょっとないっていう可能性はちょっとあってはならないんだけど、ちょっともう一個食べたい。じゃあこれ食べる。これも違う、あのスタッフさんからの差し入れ、ちょっと割れちゃったけど食べるね。みんなも使ってみて。例えば最近なんかなんだろう、なんかをなくした、じゃあまあリモコンとかテレビのリモコンとかそういうなんかちょっとしたなくし物とかをに使ってほしいです。これはリーフパイ、めっちゃ美味しい、大好きリーフパイ。うなぎパイも好きだけどリーフパイも好き。最近自信をなくしたんですが効果ありますか？目に見えるものじゃないと多分見つからないと思う。だからちょっとしたもの、ハツカが七瀬見たくなりたいって、なんで？なんで？なんで？嬉しいけど、いい音だって。ちょっとハッツ、ナセもハッツに憧れる部分たくさんありますよ。いつもよりテンション高い。そう、公演の後だからね。今日の公演めちゃめちゃ楽しかった。なんか楽しかった。始まる前みんなでねダンス踊ってた。ダンスって言ってもなんか今流行ってる TikTok とかで流行ってるダンス、まあ TikTok やってないけどたまーに見る、たまーに見る。今日公園に入ったんだけどユニットのパフォーマンスがめっちゃかっこよくてびっくりしました。嬉しい。なんかユニット中さ、あの私ジュクロネとパンっていうユニットをやってるんですけど、あんまりそのファンの人と視線を合わせるっていうよりかは、なんか自分の世界に入り込む、その曲の世界に入り込むっていうのを意識してるので、まあ、なんかファンの人の顔とかあんまり見れないんですけど、まあ、他の曲ではめちゃめちゃ見るけど、だからなんかみんな自分のこと見てるかなってすごい心配になるけど、嬉しい。そんなありがとう。まああんまりなんかね、そうですよね、あんまりこういうなんか自分の世界というか曲の世界とかいう曲があんまり、私服公演はなんかユニットぐらいかな。あとはささめ雪リグレットとかもそうかな。なので結構そこはね、楽
大切にしてますね。特に10黒何歳決めて、嬉しい。ウィート君のアバター欲しい。もうねもらえないんだって。これ1週間ぐらいねあったらよかったけど、1日限定だったから。今日本当になんかうちわが多くて嬉しかった。どこを見ても七瀬のうちわがたくさんあって、いやうちわを作るのもね本当に大変だと思うんですよ。毎回毎回ね、ありがとう。この子もねもう着てる人いました、発見しました。自分の T シャツも欲しい。まだもらってないんだよね。もらえることを祈っております。祈っております。うちは作らなきゃ。作ってくれたら嬉しい。エリナナセユイユイのラジオも、そうこの前さ告知しようと思ってたんだけどできなくて、でまた来週やるのでそれも聞いてください。自分の名前はやっぱり目につくてか、なんかナナミ、今日七瀬だと思ってめちゃめちゃ最初見てて、手とか振ってたうちわがナナミってことに中盤ぐらいで気づいてめちゃめちゃ恥ずかしかった。なんかあんま見てくんないなって思ってたら、なんでナナセのうちわ持ってるのに見てくれないんだろうって思ってたら、あの一番右の部分が違くて、はあ、そういうことかって思ったまあね、これは多分ナナミもよくあると思うんですけど、右の部分がね。で逆に多分右の部分空白とかにしてたら2人から目線が来ると思います。まあそんなことはしないでください。そんな意地悪なことはしないでください。そんな意地悪なことはみんなしないときっと信じてるので、もう本当にさアラジンが好きすぎてさ、アラジンもいろいろ好きなんだけど劇団四季のね曲をずっと聴いてる、ダウンロードして聴いてます。みんなも聴いた方がいいよ、本当にね幸せ。ひらがなと漢字はどっちが見やすい？あ、それもね結構聞かれるんだけど、いやでも自分の名前はもうなんかすぐわかるからどっちでもいいかな。まあ漢字は難しいって思うのね、右の部分が。だからひらがなで大丈夫ですよ。うーん、そう背がね難しい、結構みんな苦戦してる。ひらがなでも全然見えますよ、カタカナでもいいよ、英語でも何でも。ラジオまだ映画見てなかった。あ、でもまだやってるんじゃない、まだ始まったばっかって言っても7月かも。もう7月か、もう7月、怖っ、やばいよ、あとちょっとで21歳だ。いやもうこの会話結構してる気がするけど本当に怖い。
怖い、どうしよう、21歳になりたくないよ。いや別にそうは思わないけどなんか今この瞬間を、え、でも二十歳が終わるってさ、すごくない？なかなかのさ、なかなかのターニングポイント。やだ、二十歳なんてもう一生来ないよって思ってたのに、最初は、ちっちゃい時は。だってさ、ちっちゃい時はさ、待って待って、美味しそう。なんかさ、私のいいね見てください。本当に唯一無二の絶品グルメっていうあのアカウントがあるんですけど、それのこのめっちゃ美味しそうなんですよ、これ本当にやばい。 1.2 万いいねも来てる。ちょっとあの見て、本当に美味しそう。こんなに美味しそうなお肉ある。でもこれ絶対高いよ。でも食べ放題でしょ、やば。牛タン好き、あ、牛タン好き、私牛タン好きです。これとかなんか結構ね、いろんな美味しいものを紹介してるアカウントは見るの好きで。お、クロちゃんだたまに吉川なすさんがいいねしましたって言ってるね。あ、そうなんですよ、私よくねそういう食べ物系とかいいねしちゃうから。みんなもそう、あれ何なんだろう、なんか出るやつとさ出ないやつがあるじゃん。あの基準は何ね、何なの。牛タンの美味しいお店みんな紹介して行きたい。牛タン、焼肉の牛タン。まあでも焼肉じゃなくてもいいけど、でも牛タンはちょっと焼肉で食べたいですね、やっぱり。利久、あ、利久はちょっと有名ですね。なんかみんなが知らない、ネギシも有名、みんなが知らないようなお店。犬の動画よく犬してるよね。してます。犬とか赤ちゃんはもうねめっちゃ好き。トラジね、トラジもでも有名じゃない。仙台はもうさ、でも仙台行こう、牛タン食べに仙台行こうかなっていうレベルで、ちょっと今食べたくなってきた。最近めちゃめちゃ餃子にハマってたけど、ちょっと餃子ね最近食べ過ぎてるから、他になんかいいのあればハマり。そう、ピザはもう安定松阪牛、仙台イベントお願いします。そうだね、仙台イベントやりたいわ。まあ別にそんな食べたいからってわけでもないけど、普通に東北行きたい。自分で作るの、あ、餃子は、まあ、お家で作る時もあるけど、普通に最近はあのご飯屋さんで食べたりとか、あとは王将の餃子の王将をこの前初めて食べて、もうね美味しくて感動した。これかみんなが食べてる餃子はって。でもママが作ってる餃子がねめちゃくちゃ美味しいので、まあそれにはやっぱりねどの餃子もかなわないですね。本当に美味しいの、本当に本格的に美味しい。しかもママは焼き餃子と水餃子、水餃子を作ってくれるの。だから2種類楽しめて美味しいです。揚げ餃子も好き。最近お顔がその、嘘、
顔幼い。あ、でも前髪多分今までなんか分けてたからちょっと大人っぽかったけど、最近こうやって下ろしてるのでそれがあるかもしれないかな。あとはなんだろう、お顔が幼い、わかんないわ。ナイスちゃん、小籠包は好き。小籠包大好き。小籠包はね、もうね、超大好き。この前ね、スタッフさんとご飯に行った時に、なんかの打ち上げとかそういう感じなんですけど、めっちゃ美味しい小籠包を食べさせてくれて、美味しかった。小籠包好き。餃子は何つけて食べる？餃子は何つけてるかな、ポン酢、醤油とお酢かな。結果的にポン酢みたいな。やばい、また食べ物の話してる。551豚まん好き。一回ね、小籠包お家で作ったけどね、美味しかった。でも結構大変だけど、作ろうと思えばね作れる。餃子お酢の海で、お酢だけ、酢だけ、結構いるね餃子。そうなの、どんな感じなんだろう。やったことないわ。あ、だからか、なんかさ、醤油とお酢入れたらさポン酢になるからさ、ポン酢置けばいいじゃんって思ってたの前から。でもそういうこと、なるほどね。お酢だけで、むせそう。大丈夫、その辺は、その辺は大丈夫。そうなんだ。やってみる、やりたくなってきた。お酢結構好きだし、酸っぱいもの、スーラータンメンとか、なんかママが好きだから、ママの影響をねちょっと受けて。餃子は味噌だれも、味噌だれ、味噌だれ美味しそう。お酢に胡椒を入れたのが、やば。なんかいろいろあるね。でも地域によっても違いそう。あと何、なんか、じゃあ目玉焼きは何、じゃあ目玉焼きせーので言いましょう。うちはもう一日は一択ですよ、目玉焼き。あれしかない。じゃあいくよ、せーの、醤油。は？ソースが多い、ソースが多いんだけど、何もつけない。塩なんて、やったことない。塩コショウだって、タルタルソース。私はもう醤油一択です。醤油以外は全然つけたことない。醤油ですよ。アンケート取ってはっきりさせる。別にそこまで知りたくないかな、はっきり。すごい。じゃあ何しよう。オムライスは、まあオムライスはケチャップか。なんかある？他にこれはいろいろ分かれそうってやつ。まあ、食パンとかはさ、いろいろあるじゃん、食べ方が。何、あと オムライスホワイトソース、マジで？それはあとは何がいい、何がいいですか。フライ系、フライ系、フライ系って何、唐揚げ。唐揚げは塩でしょ、レモンか塩でしょ。
納豆、あ納豆いいかも。納豆、あでも納豆はさその付属のさあれがついてるやん、ついてるやん。アジフライ、アジフライとか私食べないですアジフライ全然食べない、食べたことないは言い過ぎだけどあんま食べないですね。あ今は何の話してるかというと、その目玉焼きには何かけるかとかそういう話をしてます。え？あとは何？唐揚げは醤油。本当に本当に言ってるみんな。あお寿司は、お寿司、お寿司なんか塩だけとかいそう。え納豆に砂糖入れる、マジか。天ぷら、あ天ぷらいいじゃん。天ぷらはちなみに私は天ぷら塩かな、塩とか。寿司は紫ってどういうこと、寿司は紫ってどういうこと寿司は紫、天つゆ、あ天つゆか。うーん、面白いねみんな。紫は醤油、どういうこと、紫イコール醤油、昔の言葉。え学んだ、ありがとうみんないろいろ教えてくれて、学んだわ今日、ためになった、ためになりました。寿司の紫知らない、紫なんて初めて聞いたんだけど。紫一丁とか言うの、紫一丁は言わない。餃子にマヨネーズでしょ、面白い。お寿司屋さんの言葉、寿司用語知らなかった。じゃあ今度行ってみよう。チキンナゲットはマスタード一択。BBQ じゃない、 BBQ。 あでもマスタードも半々ぐらいかな。半々だわ。インスタライブしようかな。この前もインスタライブした気がする。まあどうしよう、迷う。ちょっとやろうかな。インスタライブってなんかさあんまやる機会がないんだよね。やろうかな、なんか短い毛が超出てくる。しよっかな。みんな見てくれますか。じゃあランキングを読みたいと思います。13位はタッチン、ミルエイトさんありがとうございます。12位はミヤさんありがとうございます。11位はごっちゃん山田七海おしさんありがとうございます。10位はポップさんありがとうございます。9位は岡平アットマーク七瀬たおしさんありがとうございます。8位は吉野里さんありがとうございます。7位は東京特許許可局局長さんありがとうございます。6位は監督さんありがとうございます。5位は KITT さんありがとうございます。4位はアリサさんありがとうございます。3位はキャナイさんありがとうございます。2位ははじめさんありがとうございます。1位は鍋公式ニンニクニンニクニンニクさんありがとうございます。じゃあ今からインスタライブをしようと思うので皆さんぜひ見に来てください。バイバイ、来てね。